大橋選手、蓮見選手、今日の勝利おめでとうございます。2-1と厳しい流れの中での勝利となりましたが、今日の試合を、チーム全体として振り返ってください。蓮見選手お願いします。前半と後半ともに難しい展開になったんですけど、あそこは応援とともにチーム一丸となって戦って勝ち切ることができて、勝ち点3積み上げられたのは非常に良かったと思います。ありがとうございます。大橋選手、今日の得点で、今季4ゴール目となりましたが、PK と、PK につながったシーンの振り返りをお願いします。1-1で厳しい展開で、やっぱり時間が進むにつれて1点取らなきゃいけないということで、宮城からいいボール来たんで、それがまあ PK っていう形ですけど、それで決めることができて、まあ、チームの勝利に貢献できた面では良かったなと思います。5連勝となり、次の試合まで2週間の準備期間となりますが、次の試合への意気込みと応援してくれる方々へのコメントをお願いします。内容はまだまだでしたし、ちょっと期間が空くんで、その間にチームとしてもう一歩成長できるよう、そして6連勝できるよう、まあ応援の方々には熱い応援、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。